はい、酒好きな新潟人の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、生ビールですね。キリンの秋味。2005年バージョンです。2005年バージョンじゃない、2015年バージョンですね。これはまあ、ね、毎年出てる、秋味が今年も、発売されましたんで、久々にね、まあ、昔これ飲んだことあるんですけど、まあ今年もね、秋がとうとう来たかと。もうめっきり涼しくなってね、もう今は25度、深夜の2時20分で25度なんでね、すごい涼しくなりました。麦がたっぷり 1.3 本分。アルコール度数 6%。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチです。久々だな。とうとう今年も秋が来るか。もう嫌になるな。いやー、嫌になりますね。まあ別に秋はいいんですけど、冬が嫌なんだよな。今年もね、夏がもう終わると、夏が終わるというのはちょっとね、あれですね、悲しい。それ乾杯。うまい。うまい。甘みがある。甘みがあるな。なんか、秋味久々に飲んだな。うまい。うまい。うまいね。秋味。なんか今、寝起きなんですけど。ちょうど、喉が渇いて、飲むと、うまいな。うまいな。甘みがある、なんか、すごい。すごい甘みがあるな、これ。ビールでここまで甘みがあること。うまいな、本当にうまいな。秋味こんなうまかったっけ。うまっ。これうまいわ。こんなうまかったっけ、秋味。マジで？こんなに美味しかったっけ？すっげえなんか、香り、ホップの香りもすごいするね。あれ？こんな美味しかったっけな。マジで？うまい。俺、秋味、毎年飲んでるような気がするんだけど、あれなんか今年はやけに美味しいな。気のせいか。おかげさまで発売25年目。91年に発売されてから、ということですね。秋味。まあ、25年続いてるってことはやっぱり、まあ、何なんでしょうかね。まあ、わかんないけど。まあ、わかんないけども、まあ、人気があるのか。やばい。秋味って、なんか、すごい、あれになってきた。秋っていう字が、あれ、なんか、見すぎて、ちょっと、なんか、なんとかかんとかになった。なんだっけ、トリビアの泉であったけど、なんとかかんとかになってきたな。忘れた、名前。うま。うまいわ。うわ、うまい。こんな美味しかった？秋味。あれ、めちゃくちゃうまいな。
寝起きで飲んだからかな。すっげえうまいな。こんなに甘いビール久々に飲んだな。まあでも、ビールでアルコール度数 6% っていうのはかなりすごい珍しくて、まあ珍しいというかね、うん、まあ珍しいですね。普通あのアルコール度数はまあ 5% か 5.5% か 4.5% どれかなんですけど、6% っていうのはかなり珍しい部類のビールですね。一応日本のビールでは。まあ、個人的に、6% のビールとか、すごい欲しいんですけど、普通に乗飲できる、その、スーパードライとかの価格帯で、まあ、あと、大瓶のビールで 6% のやつは欲しいんですけど、ないんですよね。今のところ。なので、欲しいんですけどね。6% どころか 5% のしかない。5.5% のもないんだよ。確かに。確か 5.5% もなかった。大瓶のやつだと。ないんですよ。4.5% のが、キリンのクラシックラガーっていうのはあるんですけど。だからね、珍しい。6% は本当に珍しい。まあ外国のビールだったらね、当然いっぱいあるんですけど。この安く飲めて、日本のビールでっていうとない。確か、6% だとないな。5.5% だったら、まあ、あったような気もするけど、多分、キリンの淡麗生の昔のやつが確か 5.5% だった気がするんだけど、確かね。多分今のはと違う。今の淡麗生は、多分違う。あ、今の淡麗生もあれだ、5.5%。まあ、この淡麗生まずくなったからいらないんだけど。この淡麗生もいらないんですけど。だからもうないんですよね。しかもこれ発泡酒だし、ね、生ビールで、言うと多分ない。他のメーカー、キリン、アサヒ、札幌、サントリーで多分ないですね。あったら教えてもらいたいぐらい。5.5% もないはず。ちょっとでもね、俺結構ね、酒によ、あれなんで、酔いたい派なんで。そっちの方が、早く酔えるんで。個人的に 5.5% でも欲しいんです。ない。うん。あ、そういえば、あれだな。言い忘れてたけど、まあ。今年もね、あれが終わりました。健康診断がね、結果が来ましてですね。まあ、全部 A 判定で。ね、その前日にね、しっかりね、酒をね、ビールをね、大瓶2本ぐらい飲んで、挑んだんですけど、大丈夫でした。危ない。でも、去年より、今年はね、去年よりね、身長がね、確かね、5ミリほど下がったらしい。下がったみたいですね。
まあ、俺もともと結構猫背なんで、それもあるかもしれない。まあでもね、うん、今日スーパーでホッピーのゴーゴーホッピーってプレミアムのやつをですね、以前酒屋で行ったんですけど、売ってなくて。で、注文したら、なんか、ホッピーの会社の方が、なんか、お盆休みで、連絡が取れないらしくて。で、今日も行ったんですけど、まだ、来るのは、しばらく後だって言われて。ちょっと残念だなという感じなんですけど、まあ届き次第に、ゴーゴーホッピーと業務用ホッピーと通常ホッピーの飲み比べをします、したいと思いますので、よし。いや、美味しかったな。これは久々にうまいビール飲んだな。コク。コク？うん。コクは別にそんなにない。やっぱ甘みが強いね。香りも強い。特にトッピするのは香りか。甘みも強いんだけど、香りもすごかった。これ美味しい。これ美味しいですね。今年の秋味は当たりかもしれん。3、4、5、5です。ご視聴ありがとうございました。久々の5。5個星。